こんにちは、チームヘルシーチョコレートのゆかから詳細ビデオアップデートです。今日は詳細の、コミットメントに関して正しいことをするっていう、コミットメントに関してお話をさせていただきます。じゃあ 何の正しいことをするっていうのかというと、例えば正当な賃金を支払って、例えばカカオ農家の方の皆さんに働いていただくとか、それとか、まあ、人権的な、人間的な、ね、労働環境で、カカオ農家の方たち、それから、ね、そちらの方に働いている方たちが安全に仕事をしていただける、そんな感じをね、こちらの方 MXI コーポレーションは臨時的に、何ですかね、倫理的に取引をされているカカオを利用するっていうね、そちらの方をコミットメントとさせていただいております。ネットワークビジネスはビジネスの副社というのが元になっております。 MXI コーポレーションはそちらを皆様に先駆けてご案内させていただいている会社です。